必要な書類はこれで全部揃いましたわね。あとはお知らせのプリントを作って配布するのと、それから必要機材や備品の手配かな。そうね。あとせっかくだからアンケートも準備したいわね。確かに皆さんからの意見を集めるいい機会ですわ。じゃあプリントにアンケート欄を作ろうか。それなら事前に聞きたいことをメモしたりもできるだろうし。ワンダフォー、さすがカナンね。じゃあプリントのデザインを決めていきましょう。そう思って先に作ってみましたの。ちょっと見てくださいませんか。おー、パーフェクトです。さすがだよね。じゃあこの調子でアンケート欄も作っちゃおう。ええ、あともう一息ですわね。お昼休み返上した甲斐があったわね。今日は少し早めに練習に行けそう。そうですわね。皆さんが頑張ってくれているのですし、私たちも頑張らなくては。甘えてばっかりもいられないよね。みんなの手伝いができるように気合い入れていこう。新しい曲の雰囲気いいね。ポカポカして春が来たんだって感じがする。昨日遅くまでチカちゃんに付き合ってくれたおかげよ。ライブイメージが固まってきたからあと一息ね。ラテンシーお花の託戦も役に立ったようね。ええ、よしこちゃんのメールのおかげでラテンのイメージもちゃんと伝わったわ。直接脳内に届けたイメージがしっかりと展開されたようね。さすがだわ、リトルデーモンリリー。昨日はどうなるかと思ったけど、なんとか間に合いそうでよかったずら。じゃあこれで衣装の話ができるね。デザインはもう決めてあるんだね、ルビーちゃん。うん、ベースの布はお花畑で春を、ポイントになるモチーフにはお空と海をイメージしたんだよね。どうかな。かわいい。いろんな花のイメージを入れたくて、いろいろ組み合わせてみたんだ。問題はなかなか理想のデザインの布が見つからないんだよね。あ、そうだ、なければ作ればいいんじゃないかな。白い布に私たちで絵を描いてバーンと作ろうよ。すごく素敵なアイディアだけど、衣装にした時に元の絵がわからなくなっちゃうかも。それは確かに。デザインはみんな気に入ってるからうまく両立させたいわよね。あとアクア9人をイメージしたモチーフも表現が難しそうじゃ。これがあってこその衣装だよね。そうなんだよね。こういうワッペンみたいなのがあればいいんだけど。ルビーちゃん、何かアイディアあるかな。ルビーは その考えてみたんだけど、なんだかまとまらなくて。そっか、そういうことってあるよね。時間はないけど、せっかくの衣装だから妥協はしたくないよね。どうしよう。